フランクリン軍はアメリカ合衆国ニューヨーク州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5万1599人であり、2000年の5万1134人から0.9%増加した。軍庁所在地はマローン村であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はアメリカ合衆国建国の父ベンジャミン・フランクリンに ちなんで名付けられたフランクリン軍の大半はアディロンダック公園の中にある。北はカナダアメリカ合衆国国境であり、ケベック州とオンタリオ州がある。1683年にニューヨーク植民地で軍が作られた時、現在のフランクリン軍地域はオールバニ軍に属していた。これは巨大な軍であり、ニューヨーク州北部とバーモント州のすべてを含んでおり、さらに理論的には、 西の太平洋岸まで広がっていた。1766年7月3日にカンバーランド軍を分離し、1770年3月16日にグロスター軍を分離したが、どちらも現在はバーモント州に含まれている。1772年3月12日、オールバニ軍が3分割され、オールバニ軍はその名で残り、一つは東部が入ったシャーロット軍、 もう一つは西部のトライアン軍となった。1784年、シャーロット軍がワシントン軍に改名された。これはアメリカ独立戦争時の司令官であり後に初代アメリカ合衆国大統領になったジョージ・ワシントンを称えるものだった。1788年ワシントン軍からクリントン軍が分離設立された。このクリントン軍は現在よりもかなり大きかった。 1791年に行われたマコーム買収ではフランクリン軍となった地域も含まれていた。1799年、クリントン軍からエセックス軍が分離設立された。1802年、クリントン軍と他に2つの軍の一部を合わせてセントローレンス軍が設立された。1808年、クリントン軍から分離してフランクリン軍が設立された。 1800年代後半、軍内には、ポール・スミス・ホテル、ルンコ、ハウス、レインボー・インという、アディロンダック山地では、最大級のリゾートホテル3軒があった。フランクリン郡の歴史はマローンにある、フランクリ歴史博物館協会に保存されている。サラナック・レークのフラワー湖、フランクリン郡は、ニューヨーク州北東部にあり、北側はカナダに接している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1697平方マイルであり、このうち陸地1631平方マイル、水域は66平方マイルで、水域率は3.89%である。軍内には次の公共用途空港がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ポールスミス・アディロンダック公園観光情報センターのヘロン・マーシュブライトンにあるアッパーセントレジスコのガイドボート群内にはノースカントリーコミュニティカレッジとポールスミスカレッジがある。ノースカントリーコミュニティカレッジはフランクリン軍とエセックス軍が公園して両軍の学生を受け入れており、マローン、サラナックレイク、タイコンデロガにキャンパスがある。ありがとうございます。